あれやったんやな。 無罪にせないかんかったんやな。何が確証？やっべ、俺めっちゃ有罪の 有罪の投票所。なんやろ。 そういう時もある。よくわからんのに選挙投票行くっていうのと同じやな。これってこっちどなしていくんや。安島は気候も通年温暖で、人が暮らすのに適した環境です。ポンの声変えたいな。奴は手を入れ、根城の草月島に向かうはず。さあ、追いましょう。城壁か何かの跡でしょうか。塔はこちらですよ。指示に従います。すぐに動きます。すぐに行きます。全員やれ。武装した敵です。やみくもに手を出すのはまずい。そちらに行きます。今戻ります。少しお待ちください。こんな相手にしっかりしてください。回復を行います。大丈夫ですよね。私もそうすべきと思っていました。からこういくんかな。領土とて危険と無縁ではありません。心得てまいりましょう。塔はこちらですよ。道を外れると魔物が潜んでいますよ。いつかけられた橋なのか。結構木の実とかいっぱいパパパパパってあの食いまくってスタミナ回復させねえかんゲームなんか。塔はこちらですよ。判断は私がします。すぐに動きます。道案内してくれん。さっき俺の前や歩いて。はるか遠。ここに見えるあの建物、何なのでしょう。草月島には多くの財宝が眠っているそうですよ。地面ばかりではなく、木の上から取れるものもあります。ゴブリンがいます。気をつけて。相手の隙を狙いに攻勢に出ましょう。どうやら氷が苦手なようです。魔物が興奮して始めました。ゴブリンは炎を嫌います。
最近は北方の守りも物資不足で困っていると聞きます。どうなの？ちょっと連れてみて。風が気持ちいいですね。持ち主はいないようです。置き去りにしたのでしょうね。あれかな？あれっぽいな。落ちると命を失います。毒が。風景なところですね。近くで見ると立派な砦ですね。もう強そうだね。塔はこちらですよ。いいっす。魔物持ち怖いですね。ありません。歌でも歌えよって言いたかった。人があまり立ち入らない場所は魔物も独自の生態系を作ります。華麗な顔立ちに惑わされるようにしましょう。厄介な歌声を使います。注意を。やりくもに手を出すのはまずそうです。うへぇ。足にしがみつけば体勢を崩せます。スノーハーピーです。少しは楽しめそうですね。この程度とは。叫び声には凍結効果があります。炎や翼を狙っていきます。降りたハイクロプスの牙を手に入れておきましょう。ひるませましょう。足をつかめば動きを止められます。しばらく武器は使えないでしょ。体勢を掴みました。目を狙ってみます。回復で体力を回復します。
しい状況です。雷を起動しましょう。まだまだやれますよ。当然です。シャランを待つ結果です。敵は守備する水星の魔物です。何かあるよ。彼らには何も考えず走り続けると息が切れますよ。木陰や森を探せば様々な植物の手があります。こちらですよ。いいじゃないか、威力弱いな。つかみやったら2になってからかな。ヒット数が弱い。毒に注意してください。まだまだやれますよ。かかれ。隙の大きい技をかわし直後を狙いましょう。この攻撃力か。この程度なら負ける気がしません。我ながら素晴らしい立ち回りです。力を合わせて結果です。肩弱くな。崖際を進むのは危険ですよ。これは宝でしょうか。戦い上手い。任せてください。指示に従います。今戻ります。少しお待ちください。叫び声には凍結効果があります。どうやら炎が苦手なようです。翼を焼き付けて地上戦に持ち込みましょう。厄介な歌声を使います。周囲を十分倒せます。しくじりました。どうやら炎が苦手なようです。少しは楽しい。声を出される前にこちらから仕掛けましょう。チャンス、炎で追撃します。炎で焼き尽くしてやりましょう。取り乱している今が怖い。炎の攻撃を加えます。炎の攻撃を。空中にいられては振りです。
何かありますよ。塔はこちらですよ。ん？なんか行けんだけど。なんなんやろ。私もそうすべきと思っていました。今戻ります。少しお待ちください。まだまだやれますよ。平神ちょい。ヒールない？もしかして。この程度治療をお願いします。カサディスからと考えると遠くまで来たのですね。指示に従います。すぐに動きます。こっち全員やれ。勝ちたブスとしたよ。
避してください。狙いましょう。まだまだやれますよ。当然です。そちらに行きます。今戻ります。少しお待ちください。やばい、何してるかがわからん。場所では盗賊などの吸収に注意してください。武装した敵です。標的は私が引き受けます。攻撃の隙を狙いましょう。いや、少しは楽しめそう。回復をお願いします。やっべ、もう着くまでに死にそう。このような
な場所からは何かの採取が期待できますよ。華麗な顔立ちに惑わされぬようにしましょう。しゃあない。もうあの一回帰ろう。あの味方がバチクソ弱すぎる。これは戻りの礎と呼ばれるものです。見ありげな石が並んでいますが。何かありますよ。これは入手しておきます。ポーンも人も一人では何もできません。このポーンギルドで御用は終わりです。我々ポーンを呼び出すこともできます。方が先般する。どうしましたか、どうしましたか。まあ、どうしましたか。ヒールないやん。またご用ですか。よろしく。何かご用ですか。何かご用ですか。よろしく。我々にとってもポーンも人も一人では何もできません。このポーンギルドでは我々ポーンを呼び出すこともできは、ただあんたどれも一品だ。損はしない。どれも一品だ。損はしない。どれも一また来な。最近好きなのを選びな。さあな、了解。この宿屋は宿泊だけでなく転職やスキル入手も。これな、好きなのを選びな。さあ何をする。さあな、
さあ、何をする。さあ、好きなのを選び、また。なんか時間使わないかんやつを消化してしまう。そう、もう一回や。これが領土グランソレン、この半島の中心となる町です。帰ってこれば。やつは手負いゆえ、根城の蒼月島に向かうはず。さあ、追いましょう。城壁か何かの跡でしょうか。隠れ！なんかあのセリフ枠が出とる間中やったから。遠くへは逃げられないはずですが、塔はこちらですよ。道を外れると魔物が潜んでいますよ。木箱などを壊すとアイテムを入手できることがあります。いつ架けられた橋なのか、きっとはるか昔でしょうね。蒼月島には多くの財宝が眠っているそうですよ。ゴブリンです。従います。了解しました。スノーハーピーがいます。攻撃して声を起こしましょう。失礼
苦手なようです。我々の勝利です。声がやばい。肉なる。こちらですよ。なんかやる気のないまパーティーやな。俺の前歩いてくれ。人があまり立ち入らない場所は魔物の独自の生態系を作ります。了解しました。従います。あたりを調べてみます。立て外してきたらよ。立て邪魔や。塔はこちらですよ。重量そうする。立て使わねえからI'm sorry.
やる気ないな。なんなんや。状態以上になると。なんでみんなそんなピンピンし歩ける。何度でも回復します。傘ですからと考えると遠くまで来たものですね。わかりました。なるほど。かかれ。何度でも回復します。どこに注意して。勝利です。
隙のできる機会があればこの一手で戦況が変わればどうすれば奴にしがみつけば好機が生まれるはずです。硬い弱点に取り付きます。相手の隙を狙いに攻勢かけましょう。攻勢に注意してください。厄介な兵器を使ってきます。こちらの攻撃は効いています。光る場所を狙ってみます。まずい、劣勢です。お任せください。叫び声には凍結効果があります。そうきましたか。敵に関する知識を得ました。お任せください。援護します。この巨体一体どうすれば。有効な攻撃が取れた。体の下の部分を狙えば。
癒しましょう。尋常じゃありません。弱点に取り付きます。
戦況が変わればこちらの攻撃は効いています。弱点に取り付きます。踏まれないように注意してください。そうきましたか。お任せください。こいつ、各社さんを狙うとは。しかる場所を狙いましょう。この一手で戦況が変われば応戦は強力です。気をつけて慎重に攻めください。体のしかる部分を狙えば。そうきましたか。アイテムを使い体力を回復します。足の裏か。足の裏に効きました。いいから足元狙って。
やグリフォンに会う前に回復が。これを入手しておきます。アイテムを拾います。街道とは明らかに雰囲気が違いますね。これは何でしょう。入ってみますか。さらなる一撃を与えます。大きなキノコスタミナあスタミナ中回復かいっぱい拾っとこう拾っとけは塔を築きたがるそうですね。高みを、神の視点を目指して。あれは草月塔、太古よりここに立っていたとされます。グリフィンも弱っています。一気に肩をつけましょう。このような辺境の岬に塔が…そちらに行きます。従います。切り替えれるやん。助かった。
うしましたか。またお会いしましょう。どうしましたか。またお何かご用ですか。何かご用ですか。またよ。何かご用ですか。よろしく。何かご用ですか。何かご用ですか。よろしくお願いします。なんか砦が開いてなくて入れないっていう押しないよな。よかった。グリフィンの根城ここですか。討伐部隊は無事でしょうか。彼らを追って急ぎましょう。何やってる。あんたも戦え。何人かは倒され、どうかか。炎で翼を狙ってみます。炎で焼き尽くしてやりましょう。大丈夫。叫び声には凍結効果があります。どうやら炎が苦手なようです。踏み出す今が後期。炎の攻撃を加えます。おぶどん人骨が歩いています。面倒な相手は私が叩きます。
戦に持ち込みましょう。聖なる一撃を与えます。こちらに従います。各社様の王様のままに聖なる力を武器にまとわせます。てか、兵士どもは助けに来てくれんの？どこに繋がっているの？討伐部隊に加勢しましょう。早く扉の先へ。おー、来たークリコ。あと少しで門が壊せそうだ。手を貸してくれ。ここを抜け、塔の頂上に向かうぞ。扉を壊して先へ。ここに留まる。グリフィンが来ます。奥へ進みましょう。危険だ。ささっと進め。行けた？なんだよこいつ！なんだよこいつ！助けてあげて。どうも分が悪いぜ。ここでやられるなんてな。来たぞ。大変なことは考えるな。それずるいって。壁全体開きません。扉を引き締めて。これいけんの？マルチェル。おお、いけないいけない。もたもたするな。グリフィンが来ます。僕へ進みましょう。弾けませんよ。各社様、早く。しのいだな。気を引き締めて。頂上で奴を仕留めるぞ。各社様、早く。彼らの思いを無駄にはできません。
グリフィンを撃たなくては。長い階段ですね。油断するな。地上に降りたところを狙うしかないのでしょうか。来たー。ああ、いよいよです。グリフィンとここで決着を。厳しいです。やりますね。今のは効きました。傷を癒しましょう。抑えます。
回復します。なんとか依頼を達成することができました。犠牲も出ましたが、グリフィンは倒せました。領土に戻りましょう。何かありますよ。おお、これは見事にグリフィンを倒せたようですね。周到な作戦が実り、喜ばしい限りです。めっちゃ金塊がいっぱい。少なくありませんがね。これは宝でしょうか。早く領土に戻ってご報告を。足元に気をつけて。高みを目指し積み上げた塔のまるで大きな墓標のようです。道に迷ったと感じたら落ち着いて地図を確認してください。戦争に犠牲、そう、ただめだ。高みを目指し積み上げた塔の残骸、まるで大きな墓標のようです。うん、うん、使っていいかな。アイテムを拾い、何をお前ヒルト、あんま盗んでいったの。あーでもこれ強えな、強化したら。なんか戻りの、で、出るんかなこれ。これは戻りの石。ありげない石が並んでいます。フィールドの知識を得ました。我々にとってもここはこの場です。どこに向かいましょうか。この奥の階段は上の深くに続いているようですが、昼と夜ではまた気持ちが違いますね。ご機嫌よう。いやー、1時間半かかったグリフォンと話すの。入っていい？城の守備を。お前かっこいいな。兵士の声が。
床屋さんやった。よくぞ戻った。手を焼いたまま。これでカイドウ、各社殿。貴殿の任務は私、いずれも両王勅命の重要かつ下級では選びたまえ。貴殿にお願いしたいのは、将軍に。貴殿のにいずれでは選びたまえ。貴殿に将軍にす。嘆願書の件、貴殿に奴にはもう少し長生きし。各社よ、ぜひとここでは話し頼んだぞ。そろそろフォーニバル裁判が執行されそうだ。ご機嫌よう。では報告に戻りましょう。ごめんだか、俺いらんことしたから死刑になりそう。宮廷に無名騎士、この町には不穏な噂が多いようです。死刑なんだ。みな静粛に、静粛に。これより裁定の結果を言い渡す。フォーニバル・フレスコバルディ、法に基づき厳正なる審議と手続きを経てそなたに下される裁定は、ああ死刑でいいよ。こいつなら無罪。嫌疑は晴れた。被告は定めに従い自由の身となる。本件はこれにて決着とする。くそ、有罪にしたかった。顔がいるぞ。目的は達成しました。報告に戻りましょう。武器によっては能力の強化もできます。一度荷物の整理をしましょうか。体力回復。最近の量、好きなのを選びな。また来てくれ。ちょっと、ちょうど、ただ、あんた、どれも一品だ。そうはし。また来な。こりゃ好きなのを選びな。さあ何を。さあ、好きなのを選び、また来てくれ。こりゃ
好きなのを選びな。さあ、何をする？さあ、何をする？さあ、何を…何がどのぐらいある？さあ、何を。さあ、何好きなのを選ぶ。また来た。さあさあ、いい品しかないから。いい品しか、またの。こっちからちょっとこれ好きなのを選びな。さあ、何をする。いるって感じ。
さあ何をする。好きなのをまた来てくれよ。好きなのをさあ了解。開けた場所ですね。職人たちが暮らしているようです。この奥の階段は上の区画に続いているようですが、兵たちの気苦労も大変なものでしょう。ごきげんよう。裁判の結果を伝え聞いたよ。やつは限りなく黒に近かったというのに。とはいえこれも公正な裁、もちろん報酬は払う。貴殿の働きは城内でも引き続き任務をこなしてもらいたい。さあ選びたまえ。遺憾気や領厳重、今はまず物。貴殿の引き続き任務を、メルセデス、応援、東方、熱心、どうだろう、各社殿。貴殿の引き続き任務を、そう、貴殿。城内でやって、城内速そう。オルダス殿、ただ隣。各社様はきまあまジュリアン、何おドラ。お通しで。ああ、ウィの会か。見慣れぬ風天、まさか。めっちゃ目の前で窃盗してるって。
窓やつが領土にも今回被害に遭った。魔導士かつてその責任研究がある研究室の同胞今さらやキデンの働きは引き続き任務をこなし、そうかキデン。メイトさんがめっちゃパイ持ってきてくれたのに速攻目の前で取るっていう。少し話を聞いて回りましょう。サロモを見た人もどこかにいればいいのですが。魔導士ね。そういや石切り場界隈で怪しい格好して僕なら用もないのにそんな。では石切り場跡に行ってみましょう。まあそう。またここ行くんか。なるほど。救済に無名騎士。ということで今回ここで終わりましょう。